台風9号による被害が都内でも未だに続いています。立川市と昭島市にまたがる昭和記念公園では台風によって多くのひまわりが倒れてしまいましたが、来園者たちにお花を楽しんでもらおうと摘み取りイベントが始まりました。大人の背丈ほどまで成長し大きな花をつけたひまわりですが、台風9号の影響でそのほとんどが倒れてしまっている状態です。昭和記念公園の花の丘ではおよそ4万本のひまわりが見ごろを迎えていましたが、台風9号の影響で多くが傾いたり倒れたりしてしまいました。この状態から起き上がらせることはできないため、公園ではせめてきれいに咲いた花を持ち帰って楽しんでもらおうと摘み取りイベントを始めたんです。楽しいですね。本当は大変な日に来ると思ってたんですけど、でも摘み取りやってるっていうんで、また来年来たいと思います。室内にね、行けてその花自体は楽しみたい。1人5本程度ひまわりの花を摘み取って持ち帰ることができるこちらのイベントは明後日まで開かれます。ね、本当は空に向かって咲きたかったんでしょうけど、今度は皆さんのお家で咲くんですね。